ズバババマサラ。はい、月曜日ズバババマサラです。よろしくお願いいたします。最近こうあまりにもお便りが少ないので、今日ちょっとやってからインスタライブもつなぎます。はい、まあまあそれまでは普通にやるんでお願いします。いや遠い。いやいや、なので質問は、番組へのご質問はこの鳥小屋あずりさんのやつをつけていただけると非常にありがたいので、これあるんだ。よいしょ。これでお願いします。はい、んで、先にやっておきます。はい、コロナ対策についてです。演者スタッフの検温を行っています。換気は50分に1回行っています。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しています。除菌機器を導入しています。カッコ取れるフレッシュオゾンと。鳥小屋ズレイフミのスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があると思いますが、ご理解ください。で、番組応援の会員募集中でございます。トリゴヤズリーフムのこの番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも、番組に参加することができます。詳しくはホームページよりということです。まあホームページがちょっと携帯とかで見づらいって方は、こっちの方でツイッターの方でも DM とか送ってもらえば多分返事してくれるんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで今2つ質問来てるんで、先にそれをやってからインスタライブ行こうかなと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。昨日久々にドロップキックに行ったら、高尾新店長が、DDT のお店です。DDT のバーがドロップキックっていうところですね。高尾新店長がバサラ組がいた頃が一番売りが良かったと言ってました。高尾店長は普段よく一緒に飲むのは他団体の選手が多いと言ってましたが、勇美さんがよく一緒に飲む人となった。勇美さん、私がよく飲む。でも後輩が多いですかね。後輩と飲みが多いかな。先輩とか同期はあんまり飲まないですかね。うん、基本バサラの後輩とか、大日本出てる時は大日本の後輩とか、なんかね、大日本とかでこう北海道とか行ってる時とかは、ほんとみんなでジンギスカン食べに行ったりとかいろいろしてて、非常に楽しかったですよ。そうね、でも本当にこうほぼ後輩としか飲まないと思います。はい、あ、そうだ、室井先生の質問で忘れてた。こちら、ズバババワサラの方ではですね、個人スポンサーの方も募集しておりまして、こちら教職人種室井雅先生の漫画となっております。全6巻で完結しております。で、ただいま、少女の檻というのを同じ室井雅先生が書いてらっしゃるので、そちらの方もウェブマガジンのコミックガンマの方で、確認チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。新しい髪色、黒に少しハイライトが入った感じでいいですね。しばらく黒にされるとのことです。今後ハイライト、エクセ等で黒と組み合わせてみたいな。これね、髪色がね、黒に少しハイライトが入った感じじゃないんですよ。白髪の、なんていうんですか、白髪隠しのトリートメントみたいなやつで、それでちょっと白髪の部分を茶色くしてるんで、それで多分少しハイライトが入った感じに見えるんですけど、ハイライトは高いのよ。いや、
一時期一時ずっとハイライト入れてたんですけどね。でも黒にエクステとかはやんないかな。もうしばらくは黒でいこうかなと思ってるんですけどね。まあそのトリートメントの何て言うんですか、色合いみたいなのは変えてってもいいのかなと思ってますけど、かなってとこかな。お疲れ様、新規模のタイトルマッチもお疲れ様でした。そして2冠おめでとうございます。ありがとうございます。2冠になりました。ベルト持ってくればよかったな。よし、じゃあ大丈夫ですかね。来週か。まあ、2回になったんですけれども、2月の18日、王子大会の夜に、中野神野の、愛人タッグが挑戦してくるので、で、2月28日は、ユニオンマックス戦をやるんですけれども、こちら相手はまだ未定ということになっておりますので、今後もバサラの情報をチェックしておいてください。よろしくお願いいたします。というわけでインスタライブをつなぎましょう。これ見づらそうだけど行くか。多分ね、インスタライブの方が質問しやすいっていう人は絶対いると思うんですよね。普段質問したいけど、こう、できないっていう人がいたら、全然質問してもらって構わないんですけど、まあ、なんせね、あと40分は喋らなきゃいけないですからね。何があろうとも40分は喋らなきゃいけないんで、頑張っていこうかなと思って。昨日でも、クラッチ、ね、ちょっと飲みすぎましたね。自分の店で飲みすぎるっていうね、楽しかったです、非常に。四ツ谷三丁目に、プロレスバークラッチっていうのがあるんで、もしね、良ければそこに遊びに来てください。視聴し始めてるけど、全然あれですね、まだなんかね、あれですね、質問が来る感じではなさそうですからね。ああ、こんばんは、ありがとうございます。だからもう今日もまったり、今日まったり会です。まったり会です。もう、また石川選手とデスマッチシングルしたいですか？石川とはデスマッチシングルしたいですね。何回でもしたいですね。厚岸町からです。わかりますか？ああ、わかるわかる。あ、厚岸だよな、これ。厚岸じゃなかったっけ？わかるわかる。久しぶりのインスタライブだから結構見てる人多いですね。いや、こっちを見なきゃいけないな、なんか。質問はこっちか。ツイッターの方ちょこちょこ見れないんで。こいつか。こいつで、お願いします。室井さん、両方つけなくていいんですよ。どっちかだけ。 どっちかだけでいいんですよ、室井さん。両方つけると多分、気持ち悪いことになるんで。時間差放送。あ、そうなんだ。時間差放送になるんだ。ところで、これ何の時間ですか？今、鳥越あずえり FM から、放送してるんですけど、普段、質問が、今日ちょっと質問少なそうだったんで、今日はインスタライブとつなげて、紐付けしてやろうっていう、こう、そういう企画です。あ、みんな2つとも見てんだ。すごいね。両方つけた方がいいですよね。いや、
いい、全然。アズーリ見てくれ。アズーリを、こっちをね、優先的に見てくれた方がね、ありがたいですよね。だから、質問は、こっちに送ってもいいし、インスタだけしか見てない人は、インスタに質問を送ってくれたら、答えるんで、はい。ふわっといきましょうね、ふわっと。クラーケンをいつかアズーリに召喚してください。ほう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 。あ、面白いですね。リル・クラーケンね。リル・クラーケン呼びますか。いつかね。鬼滅の映画見ました。あ、まだ見てない。気になりますね。だから、刀鍛冶の里編の1話のやつ。帽子のつばのところ、なんて書いてあるんですか。今からお前たちをしばくって書いてあります。イエーイでもないでしょ。ごぞっと増えてごぞっと減っていくつの。ああ、そうか、こっちに移行してるのか。なるほどね。質問ぐれ、質問を。なんか一個ね、引っかかる話題が、お題みたいのができれば、こう、あ、いいですね、これ。若松選手と勇選手のデスマッチングみたいな。ああ、見たい。いやいや、やりたいですね。引退とか考えますか？あ、これはいいですね。これでしばらくいけそうな気がするな。引退か。でも初めは32は引退しようという予定だったんですよ。30には引退しようと思ってたんですけど、なんだかんだやっぱ30ぐらいになると、そのプロレスがこう乗ってくるんで、肉体的にも気持ち的にも乗ってくるんで、それでやっぱりやめられないですよね。あと100点、本当ガンツじゃないけど100点出せたら引退できるかなっていう気はしてますね。今100点っていうのは、まあ、勝敗含め、勝敗、内容が、まあ、今コロナなんであれですけど、まあ、だんだん最近ね、解禁もされてきても声援とか、だからそういうのも含めて、あと1週間後とかに見直して、1ヶ月後に見直しても、あ、これは完璧だったなって思える試合をができたら引退できるのかなと思いますね。まあ、とにかくプロレスが好きすぎるんで、全然引退する気にはかけらもならないんですけどね。しばくその帽子欲しいです。あ、これはね、富士山とかでもう売ってないのかな。藤田さんからいただいたんですけど、ジュニアの祭典バサラから誰が出るか楽しみです。お楽しみにどうぞ。インスタで見ると細いのは、多分これ勝手に加工が入ってんじゃないですかね。もうこっちが昨日私ですからね。多分。今年すげえやりたいこと。今年すげえやりたいこと。なんか5月になったらできるんじゃないかっていうことなんですけど、宴の再開ができるんじゃないですかね。はい。宴、まあ、うち宴って言って、飲み放題、
あ、細いじゃなく暗い。あ、本当暗いね。これ多分エフェクトですね、これ。ごめんなさいね。なので、皆さんは、こっちで見てくれたら。これが推理の方を見てくれたら、はい、これエフェクトです。すいません。そんなにね、もう年も年なんで肌が綺麗じゃないんでね、加工しないと近くではアップでは見れません。なんだっけ、さっきの話だっけな。あ、今年すげえと、そのだから飲み放題プロレスをやってたんですけど、だからやっぱそれがこうバサラの一番の売りだったと思うんですよね。それの復活をちょっとしたいなっていう気分です、非常に。はい。てかやります、多分もう今年の段階でいけなかったら多分いけないと思うんで、必ず復活させようと思ってます。二丁拳銃 T シャツとかグッズって最近売ってますか？全く売ってないですね。二丁拳の T シャツとかのグッズ類って、僕と宮本さんがお互いに個人事業主だった時は、非常にこう作りやすかったというか、あれなんですけど、もう会社と会社になっちゃう、会社と個人事業主になっちゃったんで、今よりこう作りづらいというか、まあ出してもまあいいんですけどね、まあ折半する形ですかね、とかで出してもいいのかなと思うんですけども、まあいろいろこう許可とかで、ね、そういうのがね大変なんですよ。二丁拳でも同じ団体にいたことないんで。同じ団体に出てるだけで同じ団体にいたことはないんで、そこがちょっと難しいとこなんですよね。ジュニアの祭典に出場を決めた理由は何ですか？でも今の話題ってやっぱそこなんですかね。今度、新日本プロレスさんが3月1日に、ジュニアの祭典って言って、もう、それこそね、アズーリでやってる、団体の、プロレスの、多いじゃないですか、プロレスの番組多いじゃないですか、の、多分、男子の方の、団体は、多分、全部出ますよ。多分今話題はそこなんだろうなぁとは思いますね。出場を決めた理由は、まあ、僕かどうかは別として、オファーが来たんで、はい、これは乗っかっとこうっていう、まあそんなに深い理由でもないんですけどね。なんとなくそのジュニアの祭典っていう、なんかそういうのをやりますっていうのをっていう連絡が来て、んで、ああそうですね、はい、これの連絡が来て、で、和更さんからも参加していただけるとって言われたので、あ、一回これアップにしますか、ドン、はい。もうだからあいうえお順でやってるから、一番上に暗黒組織、暗黒プロレス組織トリプルシックスになるんですよね。もうしょうがないよね。あいうえお順だからね。宮本さん出んのかな？難しいですね。大阪頑張れプロレス、九州プロレス、新日本プロレス、全日本プロレス、大日本プロレス、パンクラスミッション、プロレスリングシークレットベース、プロレスリングゼロワン、プロレスリングノア、プロレスリングバサラ、プロレスリングフリーダムズ、道のくプロレス、琉球ドラゴンプロレス、CMLL、DDT プロレス、ドラディション、ドラゴンゲート、グレート、ジャストサップアウト、2AW。これはだって、なんか出とかないとダメでしょ。ね、もうね、これ確か、販売始めた時に、
5分で完売したんですよ、確かチケット。すごいですよ。だから多分声出しもいけるはずなんで、ホールも今確か満員パンパンに入れても声出してよかったと思うんで、だから多分声出しも OK の大会になるんじゃないですかね。なんかそうやってプロレス界が盛り上がろうとしているのはやっぱり僕というかバサラでが力貸した感じになったら、なんか、力貸せるんだったら嬉しいかなっていう、はい、そうですね、やっぱプロレス界もう一回盛り上げないといけないと思うんで、5月は僕誕生月だから宴再開してくれたら嬉しい、答えてくれてありがとう。はい、5月になったらね、宴再開できたらいいんですけどもね。こんばんは、こんばんは、おはよう。あ、そうだ、私のインスタって忘れてた、ワールドワイドなんだよな。いや、すごいんですよ、ほんと。なんかチリとか、そういうヨーロッパ関係から南アメリカ関係までもこう、なんかいろんな人見てるんですよ、アメリカから。なんか謎のね、ほんと30人しか見てないのに、わかんないっすね、なんでそんなに、はい、復活したら行きます、ありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。あれ、あ、いいですね。バレンタインの思い出はありますか？バレンタインの思い出はね、正直言ってないんですよ。本当になんか暗い生活を送ってきたので、だからバレンタインじゃなくて僕が好きだった子の誕生日の話でもいいですかね。あ、忘れっす。僕が好きだった子の誕生日が、この話今からするんですけど、多分聞いたことある人はあると思うんですけど、まあまあ気持ち悪い話になるんで、ちょっと覚悟しといてくださいね。で、1月6日、生まれだったんですよ、その子が。好きだった子が。でもその僕が好きだった子は僕のこと嫌いなんですよ。でもこの時点で、祝うとか祝わないとか以前に、もう会うことすらできないんですよ、誕生日なんかに。これがね、高校3年生だったと思うんです。だからもう卒業間近、1月6日。で、僕友達と、いや、これ今これ本当にラジオ番組なんですけど、友達と、カセットテープのテレコってあったじゃないですか。あ、知らないか。テレコってあったんですよ。カセットテープ入れて、テーブルの上に置いて、話して、マイクで音を拾ってくれて、カセットテープに音が入るっていうのがあったんですよ。昔の人はみんな知ってるんです。40オーバーは知ってるんですけど。で、それで、僕は受験しないと決まってたし、友達は受験するんだけど、もう推薦で決まっちゃってて、だから1月ぐらいからもう暇になるってなって、で今からもっと前から夏ぐらいからやってたんですけど、受験のために勉強してるやつのためにラジオを撮ろうっていう企画を高3の僕と友達が立てまして、で初めそのカセットテープテレコを60分を2回とか週1回ぐらい撮ってたんですけど、でこれもういで、そのテープ撮ったやつをクラスに回すんですよ。で適当にみんなに聞いてもらって、クラスのみんなに聞いてもらって、楽しむみたいなのをやってたんですね。まあ別にそれは、そこまでですね、気持ち悪い話じゃないじゃないですか。で、これの、この、
映像版をやろうと。で、まさにこれですよ。こんな感じ。で、友達が、8ミリ、当時だから8ミリビデオですよ。8ミリビデオを持ってるから、で、その8ミリビデオをテレビの横につないで、で、テレビがモニターになるんですよ。そうしたら。今ここにあるんですけど。で、テレビモニターにして、で、8ミリビデオで、ビデオテープ撮って30分番組だったかな、くらいのやつを撮って、今度はビデオを流すっていう、クラス中に流すっていうのもしてたんですよ。で、そのくだりから、で、次のその映像にするときは、まあまあ企画がないとつらい。要はこのただ喋ってるだけの絵なんで、ただ喋ってるだけの絵だったら、なんていうんですかね、カセットテープの方が聞きやすいじゃないですか、勉強もできるし。だから映像になると、まあまあのやつがないとダメだってなって、で、もう1月になっちゃうから、また新しいの撮らなきゃね、みたいな話を友達としてて、で、そういえば、あの子誕生日だったんじゃない？みたいな話になったんですよ。忘れもしない、奈々ちゃんが。奈々ちゃんがの誕生日を、そのビデオで祝おうってなったんですよ。本人不在の誕生日会を今からしようってやって。で、僕と、その相方の友達と、もう二人で、ショートケーキ買ってきて、もう金ないんで、高校生で、二人ともバイトもしてないから、金ないんで、ショートケーキ買ってきて、18になるのかな？17かな？になるから、17本か18本分のろうそくを、そのショートカット、ケーキのこう三角のやつあるじゃないですか、切り売りしてるやつ、あれにこう7、8本立てて、火つけて、消す人いないんで、その僕ら勝手にやってることだから、もう自分で消して、で、僕ね、誕生日プレゼントも買ったんですよ。それも覚えてないんですけど、誕生日プレゼント買って、 で、その誕生日プレゼントもなんだかもう覚えてないんですけど、もうとりあえず置いて、僕が火を消して、でもすごいんですよ。こんぐらいのケーキに17、8本のろうそく立てたら、火って固まるんですよ。だからもうこんな火が出来上がっちゃって。で、ろうそく、ケーキだから、もうケーキにろうがバタバタバタって落ちて、で、まあ、ふーって消して、食べ物を粗末にしちゃいけないっつって、2人でそのケーキ食って終わったんですけど、これもなかなかね、気持ち悪い話ですよ。僕の高校時代の思い出です。すいません。先月4、熱くなっちゃった。先月40になったんですよ。40代はどうですか？ 40 代はもう無理だよ。もう40代無理ですよ。もう食ったら食っただけ太るし、飲んだら飲んだだけ太るし。でもなんかね、今の方が、プロレスというものに関しては楽しめてる自信もありますね。まあ、そんな気持ち悪い話しろよ、何話してんだよって、どうなんですけど。今の話したらちゃんと視聴者減りましたね。よかったですね。こんばんは、イサミさんフォロー、フォロー、はい。インスタは相互フォローなんで、はい。でも鍵アカはフォローしないようにしてます。そう、シークレットウェイズも参加なんですよね、ジュニアの祭典。すごいですよね。誰出るんだろう。シミジョンが出るのかな。イサミさん大好きです。ありがとうございます。インスタライブ嬉しいです。インスタライブっていうかね、本題はこっちのラジオなんですけどね。ぜひこっちも見てくださいね。わさらの名前があって嬉しくなりました。そうですね。自分のことを私は、私はって言いますね。私はって言うし、だから、
宮本優子のことを優子って呼ぶよりも宮本さんって呼ぶことの方が増えたし、あれ何なんですかね。なんか宮本さんって呼ぶ方が楽になったんですよね、いつの間にか。まあ大人になったんでしょうね。優子ってあんまり呼ばないもんな。私は今日本命のチョコを郵送した。あ、なるほど。そうか。バレンタインももうか。今日が2月の6今日。1週間今日。で、違う、ちょうど1週間後か。ですかね。14日だもんね。あ、はい、8日あるのか。8日ってバレンタイン。ああ、そっか。本命チョコ郵送した。郵送するんだ。直接手渡しではない。ほう。勇選手は団体交流戦はどう思ってますか？ずっと一緒にやってきたのなら交流戦は全然あり。だからバサラだったらダブプロレスとかだったら全然あり。交流戦としてやることも。でも基本的には、こういうジュニアの祭典的なことを言われてるけど、それでもやっぱり私は喧嘩だと思って対抗戦だと思っていきますね。だからマサラの出場する選手も、だから出れてよかった、やれてよかったじゃなくて、もうね、どういう勝つか負けるか分かんないですけど、そういうのに対して非常に敏感にこうやってほしいなというか、なってほしいなっていう気持ちが結構強いですかね。だって団体代表して出るんだから、それなりの覚悟を持って出ないとね、食われちゃうんですよね。こんだけ団体あったら、やっぱ詳しい、悔しい思いはやっぱしたくないですね。話の始めがすいません。あ、いいですね。男女の友情は成立しますか？悩んでます。僕の意見ですよ。あくまで僕個人の意見ですからね。存在しません。男女間の友情なんか存在しません。え、すると思います？今そこにいるんですよ。めちゃめちゃモテるお兄さんが。めっちゃモテるじゃないですか。だって3回こ、え、中学から高校までで3回告られて3回振ったんですよね。全員付き合ったのに3回振ったんですよね。超かっけえよ。そんな人に言われたかった。え、存在すると思います？男女間の友情って。しない。いや、俺もそうなんですよ。しないと思うんですよ。だって変に仲良くなったら、下手したら好きになっちゃうかもしれないじゃないですか。好きになったらもうね、もうアウトじゃないですか。だって好きになっちゃったら友情も減ったくれもって話でしょ。いや、友情は存在しない。あ、坂戸が見てる。あ、ってことはクラッチで見てるのか、これ。今でいう推し活の橋。ああ、なるほどね。火事じゃねえか。プレゼントはね、確かね、神社持ってって燃やしたんですよ。友達の女の子の誕生日会で買ったプレゼントは、なんかそのまま捨てるのも忍びなかったんで、神社持ってって燃やしたんですよ、確か。なんかお守りとかと一緒に。いやー、そうですね。お疲れ様です。2冠おめでとうございます。ありがとうございます。読んでくれてありがとうございます。はい。
清水元嗣選手は参戦あるかな。シミちゃん、まあまあね、僕出なかったとしても、まあ、会場には行きますよ。え、2月14着でバレンタインチョコつくようにしたよ。ネットでの恋だから郵送。ネットでの恋ってなんですか。ネットでの恋だから郵送。さ、なんでその T シャツどこで着れますか。これですか。これ近所の洋服屋で売ってたんで買ったんですけど、これすごい、これはこれを何ですか、 T シャツにしようと思った人はすごいと思うんですよ。本当にあのドラゴンボール愛がもう歪みまくってますね。いや本当に狂ってますよこれ。いや僕見た時にすぐ買いましたもん。あ、狂ってるこの人と思って。だってこれ、まあヤムチャはペッポですってわかるじゃないですか。ヤムチャはこれ誰か知ってます。これ知ってます。これ誰か、この人、このおじさんね。そんな感じになるじゃないですか。だからヤムチャと知らないおじさんが戦ってる例になるじゃないですか。これね、シェンっていうあの人で、あれなんですよ、神様なんですよ。神様が天界一武道会に出場するときに人間の体を借りて出るために、だからピッコロがマジュニアだったんで、マジュニアが天界一武道会だから、それを封じるためにシェンとして出てきて、でヤムチャをあの一撃で倒すっていう絵なんですけど、これはね、こんなバカな T シャツはね、なかなか売ってないですよ。あ、シェンありがとうございます。このおじさんです。これ神様なんで、はい、神様が体を借りてるんですけどね。悲しいですよ。あとヤムチャイズデッドっていう T シャツがね、コスパっていうとこから出てんのかな。多分ヤムチャイズデッドっていう、あれはねすっごいセンスあるんですよ。もし探せたら探してください。すいません。最近いろんな人から同級生にこだわるなと言われます。どう思いますか。同級生にこだわるな、同級生にこだわるな、どういうことだろう。ちょっと詳しく言うし、声、相手は職場のスタッフ。あ、なるほどね。付き合うのがってことか。神社持ってって焼きました。いやだってそんな気持ち悪いもん家に置いときたくないじゃないですか。だってだって存在しない女の子の誕生日がやってるんですよ。ポイ捨てよりは気を使って、まあね、あ、配信アプリで知り合った人の、配信アプリで知り合った人にチョコを郵送する。わかんない、俺は時代についていけてない、全然わからないぞ。バサロの入門です。体力テストありますか。 ありますよ。ジャッキーチューン、ジャッキーチューン懐かしいですね。ジャッキーチューンはね、亀仙人様なんで、別れた後の男女の友情は、ちなみに私は別れた彼と友人になりました。人間性がいいので良き友人。なるほどね。はあ。これ毎回インスタライブつなぎながらやろうか。別れたとどうでした。友達になりました。なれなかった。でも3人ともぶっばっつり切ったんですね。同じ学校っすか。気まず。気
気まず。やりづれー。でも、別れた彼女と友人になれるか。いや、なれないでしょ。無理でしょ。だって、まあ、その別れ方にもよると思うんですけど、向こうサイドから降ってきた場合は特に無理ですよね。だってまだちょっと時間経って、例えば3ヶ月経ったとして、3ヶ月間友達で、まあ友達っていうか普通に喋ってたりして、3ヶ月後に向こうに彼氏できたら、向こうの彼氏的にもこっちが邪魔だし、こっち的にも向こうの彼氏のこと、おおみたいな感じで見なきゃいけないし、だから存在しないです。それも、で、人間性がいいので、良き友人ってすごいな。社交性だろうな、そんなの。ドラゴンボールの方がいいですね。ヤムチャメインしか背を向けてるあたりもいいです。そう、ヤムチャメインですよ。自分で気持ち悪いものを制作したのに神社で供養するのやばくね。 確かにね。卓の主張って、卓ちゃま大好き。周りに同級生があまりいないので、会えた相手が同じ年だと嬉しいので、ああ、周りに同級生がいないか、あ、それにこだわらないでってことか。同級生か。イケメンの恋バナは信じちゃいけないよ。言われてますよ。自分、この間別れた彼女とプロレス見に行きました。すげえ。なんかプロレスを見てる間は大丈夫だと思うんですよ。その後飯行きたくないっすね。現地集合、現地解散なら行ける気がする。LINE もしないもんな。絶対に。なんなら消すもんな、アカウント。ブロックまではしないけど、トークルームは消しますよね。わかります？トークルーム消しますよね。付き合ってた時のトークルーム。だからもう別れた瞬間にトークルームズバーンって。イサミ選手は言霊あると思います。ああ、これもいいお話ですね。僕は言霊は結構あると思ってるんですよ。なんでかっていうと、人間の体って意外と自分が思ってるようになるらしいんですよ。だから、筋トレする人とか、ウェイトトレーニングする人とか、スポーツする人とかも、例えば好きな選手を、仮にじゃあ野球だとして、イチロー選手だとするじゃないですか。で、イチロー選手を気にしながらやってると、結構近づくらしいんですよ。脳みそがその体に刺激を与えて、で、例えばプロレスラーでこの選手みたいな体型かっこいいなって思いながらトレーニングしてると、その選手に結構似てくるらしいんですよ、やっぱり。で、脳がどうしてもそういうのに反応してなっていくんで、言霊ってそのより思うより口に出すわけじゃないですか。だからそっちの方がより僕は何て言うんですかね、実際に自分に起こることとかって確率としては大きいのかなって気がしますけどね。同級生とか僕たちの年齢になったら死んでる可能性もある。それは死んでる可能性あるかもしれないけど、それは言わないようにしてください。なんならはしごしクラッチ、あ、クラッチも来てくれた。あ、はい、ありがとうございます。ふわっちっていう配信アプリ。
ダルビッシュを意識して生きてたらみんなダルビッシュになれるのか。まあだから顔はならないですよ。でも似ることはできますよ。かっこいい。叶えたい夢があるのですが、叶うと思いますか。口に出して言えばいいんじゃないですかね。まだバサラに観戦行ったことがありません。見どころ教えてください。バサラの見どころか。なんかみんな自由にやってます。はい、もう好き勝手にプロレスをしてるので、僕がこういろいろこう初めの頃はプロデュースとかしてたんですけど、今とかも全然一切手放しの状態なんで、なんていうんですかね、あの楽しんでくれればそれでいいかなっていうスタンスに変わって、でまあそれでバサラの選手で結構自由にあのやってくれてますね。そのいろんな試合、試合もそうし、試合だけじゃない部分でも結構その自由にやってくれてるんで、やっぱ頼もしいなっていうのはありますね。ぜひ見に来てください。あの多分一回見れば面白さわかると思うんで、ぜひぜひ。バサラは腹空っぽの方が楽しいまでありますよ。あ、頭空っぽの方がね、夢詰め込みますからね。その方が2月14日にあげたいものあるから住所教えてくださいって DM したら教えてくれた。へえ、自分の会社持ってるけど、あ、まあまあそうですね。あ、最低あと、2分半ぐらい、おしまいでございます。これから一人の時インスタ繋いでやろうかな。今日偉いもんで見事にお便り1個も来なかったですね。これツイッターの方でズバババサラで切ってたらどうしよう。一回こっち終わります。インスタライブ終わります。ありがとうございました。インスタライブは全部破棄するスタイル。うわ、インスタ開くと僕えなこが好きなんですよ。えなこのやつに全部いいねをしてるから絶対えなこが一番初めに出るんですよ。えなことあとめるるがもう一番初めに絶対出てくるんですよ。まあいいねだけ押してね。ズボバババサラ来てるかな。来てる、結構来てる。もう時間がないな。1分10代から食べたら食べたら10代とか全然ダメだったな。スラムダンクはこれ、あ、まだ見てないですね。見に行きます。はい、じゃあぜひさっきのお兄さんもぜひバサラに来てください。というわけで、来週は僕が試合なんでお休みか、もしくは誰か助っ人が来てくれるかもしれないです。というわけで今回も終わります。ありがとうございました。